ウラジミール・デメカー医師による犬の頭部移植手術。1959年1月14日撮影。頭部移植とは生体の頭部及び脳などを移植する外科手術である。頭部移植手術を試みた例は古くからある。最古の記録は1908年5月21日に残っており、この頃にアメリカの生理学者であるチャールズ・クロードガスリーによる 犬の頭部移植が成功している。1950年代のソ連では、軍医のウラジミール・デメカーが、犬での頭部移植実験を行ったが、激しい拒絶反応を起こして死亡した。2000年代以降では、イタリアの医師であるセルジオ・カナベーロが、技術の牽引を行っている。カナベーロ医師は、2016年に、猿の頭部移植を成功させ、2017年には、ラットの手術も成功し、 術後に、ラットが歩く映像も公開され、同年11月には、カナベエロと協力者の中国ハルビニカ、大学教授任赤月大らは2体の脳死した遺体を用いて、世界初の頭部移植を行ったと発表した。2018年には、カナベエロらは生きた人間の頭部移植を中国で実施する計画を発表し、被験者は、脊髄性筋移植症という難病を患っており、 車椅子生活が余儀なくされている、ロシア人のバレリー・スピリドノフとされた。しかし、スピリドノフは申し入れを撤回したことで計画は中止された。ありがとうございます。